リャジスクの紋章、リャジスクは、ロシア連邦のリャザン州南部にある都市で、オカイコールドン平原の北方の縁を流れるフプタ、川の高い岸に立つ。州都リャザンからは南へ115キロメートルで、鉄道の結節点として、重要な町であり、リャジスク地区の行政の中心地でもある。人口は22,850人。 1989年ソ連国勢調査では27,217人。2006年の推計では22,202人。リャジスクは1502年の記録にリャスクの名で所出する。この町は要塞のある町であり、岡川水系の福田川とドン川水系のスタノバやリャスサ川を結ぶ道を守っていた。この道を通じて、岡川の水運とドン川の水運は繋がっており、 物流の面でも重要であった。16世紀や17世紀の記録ではリャスコイあるいはリャスコフの名でも記録に現れているが、この時期のリャジスクはモスクワ南方に設けられロシアツアーリ国を守った要塞船、坂もぎ戦の一部をなす要塞であった。1778年には死の地位を与えられ、軍の中心となった。1870年代以降、 鉄道の結節点としてリアジスクは成長した。市内には歴史博物館がある。9キロメートル離れたボルシャやアレシニャ村にはかつての貴族キキンイルマノフ家の辞書があり、1805年に建てられた精神助誕生制度が残る。35キロメートル離れたサボロボにはロト戦争及びトルキスタン征服の英雄であった軍人ミハイルスコベレフの辞書がある。 リャジスク周辺には食品工場や印刷工場などが立つ。リャジスクは重要な鉄道の交点で、北のリャザンモスクワ行きのほか、西のスコピントゥーラ行きのモスクワ鉄道、東のペンザ行きのクイビシェフ鉄道、南のミチュリンスクタンボフ行きの南東鉄道などが集まっている。ありがとうございます。